腰痛は治らなかったのかっていう話をさせていただきます。皆さん腰痛治られたら今日ここへ来られたと思うんですけど、なぜ治らないのか。でこれ厚生労働省が、発表しているものなんですけど、日本の厚生労働省が日本の国民の方に体の症状どこか不具合あるとこありますかっていう、ね、あの体で辛いところ気になるとこありますかっていう質問に対して1位になるのが毎年必ず腰痛です。2位が肩こりです。これ日本人に聞くとね、毎年そうなんです。答えで1位が腰痛だっていうことであればですよ、もしどこかで腰痛が治るのであれば1位になるわけがないと思いませんか。そうですよね、客観的に考えればそうですよね。だから日本の国厚生労働省自体がどこでどんな治療しても国民の皆さん腰痛なんか治りませんからって公表してるんですよ。だからそこにお金をつぎ込んでる人たちは何をね、どうしてつぎ込んでるかって話なんですよ。治らないって言ってるんですよ。これが答えなんです。じゃあなぜ治らないのかですね、治せないのかっていうのを説明します。日本の方は腰痛になった時に大体病院に行くかと思います。で病院に行ったら日本は整形外科医が対応するんですが、腰痛診療ガイドラインっていうものがありまして、これ整形外科のお医者さんが腰痛の患者さん来た時にどうすればいいかっていうことを書かれているはずの本なんです。